皆様こんにちは。旅と旬のウォーキングスポット食べ歩きインゲンです。今回は日比谷エリアにやってまいりました。日比谷公園を中心に周辺の見どころスポット、無料お得情報もご紹介したいと思います。このチャンネルでは無料や穴場、格安などお得なお出かけ情報もご紹介しています。行く前に聞き流すだけでわかるような説明を心がけています。よければ最後までご覧ください。日比谷でひときわ長い行列を発見。オリエンタルホテルのビストロ、シックスバイオリエンタルホテル。実はランチのパスタは1400円、パンケーキは1500円、プリンは800円ぐらいで楽しめちゃうんです。あの高級なオリエンタルホテルのビストロカフェならばお手頃価格、そのおかげでいつも大行列です。ちなみに無料情報としては、並んでいる間無料のお部屋サービスがあります。心遣いが嬉しいですね。ちなみにそばにはペニンシュラホテルもあって、マンゴープリンも美味しい。クリスマスシーズンはお得なイベントもやっていたのが印象的でした。この通りはフラワーバスケットもあって、歩いているだけで楽しい気分になれます。ソフトクリームの入ったかき氷が食べられるウェンディーズ、そして日比谷シャンテ、ミッドタウン日比谷があります。6階の屋上庭園パークビューガーデンは無料。夜景が特に美しい圧巻の眺め。その際の動画は別に作成し URL に貼っておきますね。ミッドタウン日比谷の中のお店は混んでいますけれども、外のディーン&デルーカは空いている穴場、その間を通ってまっすぐ進むと、じゃーん、こちらが日比谷公園です。公園自体が無料なのはもちろんですけれども、中がとても見どころがあって、無料の資料館もあるんです。お食事ができるスペースも混雑している日比谷では空いていて、お手頃価格の穴場。早速ご紹介していきますね。入るとすぐ大噴水が、涼しい気分になれます。広大な敷地内、木々の木陰をゆっくり歩いて進みます。ベンチももちろん多数、花壇も整備されています。園内にあるこちらは日比谷公会堂、大音楽堂は老朽化のため現在休止中。園内には売店もあるので水分を取りながら進みます。音楽イベントにいらした方も多いのではないでしょうか。公園は樹木も茂っていますので、日陰も多く、風があると涼しく過ごすことができますよ。朝や夕方にはお散歩もちょうどいいかも。実は今回穴場情報としてご紹介するのがこちら、日比谷図書文化館です。実はここにはプロントのライブラリーショップカフェがあり、コンセント付きのテーブルも多数、中に観覧無料の展示室もあるんです。実はこちら、雪の降っている光景が映し出されていますが、極寒、一気に涼しくなれますよ。常設展示も無料で、見どころがあり、ソファー席もあります。ゆったりくつろぐなら、こちらのプロントさんも。今ちらっと中をご覧いただきましたが、ここは空いている穴場、ゆっくりくつろげちゃうんです。ちなみに図書館なので、図書カードを作れば無料で、コンセント付きの机で充電することもできますよ。ちなみにカフェとは別にダイニングもあって、とんかつまいせんさんのカツ丼もいただけます。広くてゆっくり、本当の意味でくつろげる穴場だったりします。体が冷えたところで外へ、自然がこの通りいっぱい。
無理なく散策できますよ。森の中を歩いていると、ここが千代田区ということを忘れてしまいそう。公園の中には池もあって、歴史の史跡もいっぱい。池の周りは歩いても涼しい気がします。ちなみにジョギングコースもあって、一番短いコースだと1000メートル程度。そばには皇居もありますので、皇居ランに挑戦する前にこちらで一周してみるのもいいかもしれませんね。合間には傘付きの休憩所もあり、お弁当を広げてらっしゃる方もいらっしゃいました。園内にあるこちらは日比谷パレスさん。結婚式場も執り行われる高級レストランです。ランチはハーフコースで3650円から。カフェ利用やソフトクリームの利用なら私でも入れるかな。コーヒーは500円、季節のケーキセットもあります。そして橋を見たら渡りたくなっちゃうのが私。相変わらずちょっとしたアドベンチャー気分を味わいます。藤棚もあって日陰もしっかりありますので、歩いていてそれほど苦になりませんよ。コースは多彩、ちょっとした小山もあります。低山を登っているような気分。ベンチで一休みもいつでもできますよ。園内のおすすめレストランはこちら、日比谷松本郎さん。日比谷公園のシンボル、首掛けイチョウの木のそばにあります。樹齢は推定400年から500年。幹周りは見てください、この立派さ、7メートルもあるそうです。伐採寸前にあったところを本田博士が私の首をかけてもとおっしゃって無事移植させたことから首掛けイチョウと名付けられました。日比谷松本郎といえばそのハイカラさ。ハイカラカレーは1250円、オムレツライス、ハヤシソースは1450円とお手頃価格で、ハイカラ好きな当時のモダンボーイやモダンガールの気分が味わえます。明治時代の作家たちの小説の舞台としても反映されているのだとか。お土産も購入することができますよ。出てすぐのところにあるのは大噴水。噴水を眺めながら木陰でゆっくりとくつろぐこともできます。位置関係はこの通り。森の中迷わずいらしてくださいね。大噴水の水はきれいで癒されますね。江戸時代の上水道の石マス、南極から持ち帰った石もあります。池には眺められる休憩所が、そして歴史のある水飲み場もあったりします。で政宗公の終焉の地も。ここを少しだけ歩き続けると見えてくるのがバンドロー風の雰囲気のある建物、東京都指定有形文化財旧日比谷公園事務所です。明治43年築、113年前に建てられました。森の中に佇む様はまるで軽井沢に迷い込んだよう。中に入ることもできます。明治期の数少ない近代洋風建築として大変貴重。雰囲気があってとても素敵です。美しい花壇を一望にすることもできますよ。暑い中お花もしっかり咲いていました。第一花壇は四季折々の花が楽しめます。ペリカンさんがお出迎え。バラの季節にもまた来たいな。
都内でバラが楽しめる庭園巡りの動画も作成していますので、よかったら概要欄をご覧くださいね。歩き疲れた頃にちょうどいい場所にあるのがこちら、日比谷公園内のビアガーデンテラス日比谷サローさん。ドイツビール、ベルギービール、そしてクラフトビールなど世界各国のビールがオープンテラスで心地よい風の中いただけます。ランチはオリジナルサローガパオライスなど900円でお手頃価格。日比谷の駅前でお店選びに悩んだら、日比谷公園まで足を伸ばしてしまっても、歴史も学べてオープンテラスでいろんな楽しみが見つけられるかもしれませんね。皆様、今回もお楽しみいただけましたでしょうか。このチャンネルでは見どころや食材をより楽しめるように解説を加えたり、行く前に聞き流すだけでわかるような説明を心がけています。お出かけや旬の穴場スポット、無料お得情報などもご紹介しています。少しでも休日の過ごし方のお役に立てれば嬉しいです。よければチャンネル登録、いいね、コメントをいただけたら励みになります。この立派な赤レンガ塔に関してはショート動画も作成しておりますので、よかったらご覧くださいね。次の動画もお楽しみに。